今日はその、まだよく茅ヶ崎を知らない方々のためにということですので、十分お分かりの方は、口はばったいなというところもあるかもしれませんが、それはちょっとご容赦いただければと思います。それでは茅ヶ崎の考古学、この背景の写真はですね、芹沢から、大山の方、丹沢の方を見た写真であります。芹沢の上空から西側を見た図で、これ57、58年に小さなヘリコプターで撮った写真なんですけども、今もそれほど大きく変わっておりませんね。芹沢谷が本来茅ヶ崎らしい一つの状況を残しているということであります。でここではですね、今日の前期という言い方をして第1回目なんですが、考古学、なんで考古学で昔のことが分かるのか、それと茅ヶ崎の地形がどうなっていくのか、これは実はそのもっとこう内陸部で山側の土地はですね、基本的に地形の成り立ちなんていうのはあんまりこう考えることがないんですが、海を持つ茅ヶ崎というのは、あるいは相模川という大きな川を持つ土地、そういったところは、かなりその地形の成り立ちが私どもの祖先の、営みにかなり関わっているということです。そういうことで茅ヶ崎というのはその地形の成り立ちもなかなかこう複雑といいますか、ちょっとこう興味深いものでありますので、そのお話をさせていただきたい。そしてそれに合わせて茅ヶ崎の人間の歴史をちょっとたどってまいりたいと思います。でまずなぜ考古学なのかという言い方なんですが、なんで考古学かと言いますと、昔のことを知る方法の一つであります。その、歴史学の中では昔の文字による記録を紐解いていくことによって歴史が作られてきたというのが基本的に明治よりも古い段階の一つの歴史方法であったんですね。とはいえ、例えば水戸光圀なんかはちょっと発掘調査のちょっとこう初見的なことをやったりしておりまして、古墳を掘ってみたりなんていうことをしてるんですが、一つはその学問としての考え方というよりも、かなりその興味を持った歴史に興味を持った人たちが始めた。江戸時代にもそういうことが出てきているんですね。例えば新井白石などがですね、昔のその今私どもが畑など、例えば小出の畑に大雨の降った次の日に行きますと、土がこう現れて中にある土器のかけらとか石器とかが見つかるんですね。で多くの考古学者は考古学少年の時に大体その野山を歩きましてね、そういうのをこうみんな拾っているんです。おそらく皆様方の中にもそういうことで子供の頃畑で何か変わったものを見つけたとか、矢尻を見つけたとか、土器のかけら見つけたなんていう方もいらっしゃると思うんですが、大体今考古学のそのそれなりの立場を持ってやってる人たちはみんなそういう少年たちだったんですね。例えば新井白石はじゃあその矢尻が昔江戸時代に出てきた、それまではですね、天上の空のにその国があって、その国の中でその戦いがあって、その矢尻が起こってきたという、そういったことを言う人もいて、庶民はそういうことをこう真に受けていた、そういう嫌いもあるんですが、そういう中で新井白石などは、そういう幾人かの人たちは、そうではなくてそれは雨によって削られて地中のにあったものが出てきたんだと、こういったことをきちんと記録しているんですね。これも一つの考古学の方法の、あるいは考古学的感性の始まりというふうに言うことができるんです。で昔のことを知る方法の一つで、文字ということが基本的には
私どもこう一番やりやすいものであります。直接的にいろんな言葉で知ることができるんですが、じゃあ文字のないところ、あるいは文字のない時代ですね。まあ、日本は5世紀、6世紀の段階までは、文字そのものが日本の国の中で作られることがありませんでしたから、それ以前というのは基本的には文字がないんです。例えば魏志倭人伝とか、中国の方に日本という和の国のことを語る記録はあるんですが、日本にそのまま記録が残っているということは極めて少ないんですね。中でも中国から渡ってきた人がその石碑にその何かを彫ったという文字はあるんですが、基本的に日本としてのオリジナルの文字言葉というのが、文字そのものがないんで、まあ、それ以外のものは知りようがないんですね。まあ、それがために考古学という一つの学問が使われるということなんです。で、まあ、これは遺構とか遺物、遺構というのは縦穴住居とかですね、昔のお墓であるとか古墳とかですね、昔の人間が何らかの形で作り上げたもの、土地にある、まあ、不動産でありますね。まあ、これが遺構というふうに捉えてください。で、遺物は土器や石器といった、そのこれは動産のものでありますけれども、人々が作り出した、持ち運びのできるもの、これを遺物と総称していますので、まあ、そういうものから人類の過去をや文化を研究する学問が考古学であります。まあ、これは先ほど申し上げた文献学、文字による記録である文献学、あるいは昔の人が作り上げた、石仏とかですね、そういったその人間がこう地域で作り出した何か、そういったものを調べていくという民族学、まあ、特に、民族学の場合は考古学と違って土の中に埋もれてなくてもいいんですね。土の中に埋もれていたものを基本的に中心として調べ上げるのが、まあ、考古学というふうに考えていただければよろしいですね。まあ、文字のない時代、また文字による記録が残っていない地域や状況を知るための唯一の方法である。茅ヶ崎でちなみに文字が、最初に、まあ、茅ヶ崎のことを示しているというものがですね、基本的には文献としては、和名類住抄という10世紀に平安時代ですねに書かれたものの中に伊出と書いた文字があって、これは小出では ないだろうかというのが実は始まりであります。まあ、そんな、しかしじゃあそんな平安時代以前ってその程度しかないんですね。茅ヶ崎のことを知る文字、それはないんです。で、最近ですね、私が発掘調査をしたりすることの中で、木簡という昔の遺跡の中から出てくる板に文字が描かれている、これがありますので、かなりと言いますか2点3点4点ぐらいこう、増えてるわけですけれども、まあ、少なくとも平安時代よりも古いものってそれぐらいしか、ないんです。まあ、極めて断片的な文字しかない。まあ、これが現実であります。じゃあ平安時代よりも古い段階で何をもって調べるかというと、土の中を掘って縦穴住居史を見つける、あるいはお墓を調査するといったようなこと、発掘調査をして知る、これがしかないんですね。唯一の方法であるということです。で、考古学の方法の中では、基本的には土器等による変年という言い方をするんですが、まあ、私たちは年表ということで社会科で習う歴史の時間に習って、何時代何時代何時代と、こういうことで基本的にはこう年表で勉強しているんですが、その文字のない段階というのは土器で基本的には日本の中では、その年表を作っているんですね。土器変年というんですが、この土器のその変年で基本的に縄文時代にしても弥生時代にしても、古墳時代、奈良時代、平安時代まで、基本的にはその土器によってある時間軸が確立しています。つまり考古学をやっている人はある土器を見ると、あ、これは、縄文時代のいつ頃です、ほぼ何千年前ですということが言えるようになっているんです。まあ、これは
考古学といいますか、まあ、そのちょっと興味を持って勉強されますと、その土器を見て年代を知ることができるようになりますので、これは誰がどなたがやってもできるようになりますということで、まあ、土器によってその時代時間軸を、見ていますよというのを覚えておいてください。でそれはですね、じゃあどうやってその土器で分かったんだよというお話ですが、これは一つは相違学と形式学という言い方があります。相違学というのは土層地層の関係と見てください。で形式学というのは形とか模様による、その違いで見るんですね。まあこれ相違学と形式学言い換えればですね、自然の法則、自然の法則というのは土が堆積していくということなんですが、今私たちが地面を掘っていくときに深ければ深いほど古い時代の地層であるという当たり前のことです。今一番新しいのは今私たちが歩いている地面でありますが、まあ、それを例えば20センチ下に行くと、まあ、何百年数千年の古い時代の地層になるということです。当たり前のことなんですが、実はまだそれが分かったのは100年も経っていないんですね。まあ、そういう相違学、これが自然の法則から見たものですよ。それと形式学は人間行為の性善性、ちょっと言い方がこれが一番あれなんですが、人間がずっとこうやってきた歴史というのは極めて性善としてその流れていく。どういうことかと言いますと、やはりその今はものすごいいろんな情報伝達がありますから、子どもでも大人よりも情報を知ることができる時代になっているんですが、かつてはそれはありませんです。ですから先輩であるお父さんお母さんおじいさんおばあさんに聞いたことしか子どもたちが知る情報というのはないんですね。でそういう時代がほとんど、まあ、この電気が発明される以前、あるいはラジオが発明される以前、コンピューターが発明される以前というのは、まあ、そういうような長い時間、人間の歴史のほとんどがそういうようなことでした。つまり、おじいさんからお父さんは教わった、お父さんは子供に教えるということで、全ての一つの人間の営みというのはこう出来上がっている、来たんですね。でこれは、その若い人はその老人の言うことを守り、そして形を大きく変えないでやるという、まあ、これは極めて保守的なものであります。伝統を重んじるという言い方もできますね。でそういうようなことが基本的には人類そのもの、これは日本だけではなくて全世界中でもどこでもそういうような繰り返しでその人間は発展を遂げてきたということなんです。これが人間行為は極めて生前に動いていった、つまりそういうことですから、少しずつ変わっていくことをきちんと分かれば、その土器も土器の文様にしても形にしても少しずつしか変わらなかったということですから、あるところの土器を見るとこれはあれとあれよりも、あれよりも古いけれどもあれよりも新しいなっていうことが分かるんですね。そういうことなんです。これは人間というもの、人類というものの、極めて人間というものはこういうものだということを感じさせるものですが、極めて生前にそのきちんと人間というのは、繰り返し営みを続けてきた、まあ、それがあるがゆえに考古学というのが成立するんだということなんですね。まあ、これをちょっともう少し説明いたします。相違学的研究ということですが、まあ、地層の堆積は上の層が新しく下の層が古いという原則論です。これは当たり前なんです。で昔の考古学の先達、一番最初の先生方はあるところに行ってみんなでこう一生懸命掘るんです。昔の土器があるぞ。で、あるところを掘っていきますから、その例えば1メートルぐらい土器の出るところまでずっと掘るんです。表面の方で出た土器と1メートル下の土器、本来は時代が全然違うのに、一番最初の人たちはみんな一緒に掘って、その土器をこう
まあこれはいつの時だというようなことでこうやっていくんですが、まあ本来は年代が全然違いますから、3000年前のものあるいは6000年前のものもある、もの一緒くたに考えていただくというのが始まりなんです。でそれはまだ相違学というのがきちんと確立していなかった、あの研究者の中でも分かっていなかったからが ゆえなんですね。でもある時にだんだん分かっていって、いや下の方は古いんじゃないかというような、そういう研究といいますか気づきが始まるんですね。これが考古学の初段階ということになりますね。まあともあれ地層っていうのは上の層が新しく下の層が古いという原則である。原則というの言い方をしますとね、例えばあの崖の下とか谷の部分とかっていうのは、ある時に地震が起きて本来あった地層に、古い地層が乗っかってしまうということもありましてね、それで私たち時折あの大きく悩まされることがあるんです。今までこっちの時の方が新しいと言ってたのに、ここの場所では逆転してるよ。でもそれはよくよく見ていて、土をこうずっと観察していくと、どうもある段階で新しい土が乗っかっちゃったみたいな話が、でそういうのがあの今はもう分かるようになりました。まあ、これもあのこれはその何度も何度もやること、繰り返しの調査によってようやく分かるようになるんです。ですからこれもあの誰でもが同じような経験をし、また同じような、発見をしていくことができるということなんですね。でまあその上の層が新しく下の層が古いという原則の中で、その地層に含まれる土器などの、つまりその地層にある土器よりも下に上の方の地層にある土器よりも下の方にの地層にある土器の方が古いんだっていう、まあそういう考え方ですね。もう今は何度も申し上げた、これがものすごく大事なんですね。まあそういったものを、つまり相対的な新旧の順番、あの絶対的な、例えば500年前とか1000年前とかっていうのはこれは分からないんです、こういう調査の中では。けれどもあのどっちが新しくどっちが古いといった相対的な順番というのはあのすることができるんですね。でいろんな場所で調査をしていって、いろんなところであの、うん、その順番を確認して、それをもうこう連綿とやるんですということが考古学なんですが、それも次の話でやります。まあ、しかし文字による記録よりも絶対的な、ね、時間の流れを示す歴史年表、まあ、文字による歴史年表に比べるとかなり大まかであるということが、まあ、間違いないんですね。まあ、これちょっと図にしてみますと、例えばですね、まあ、ここで見ると地層というのは1、2、3、4、5という下の方に従っていくという、つまり5の方が古く1が新しい。ある A 遺跡ではですね、この三角、黒四角、丸というあの土器がこう地層の中で出てくる。三角は1のところで出てきてるんだけども、2のところで黒四角の土器が出る。まあ、この土器、まあ、こういうふうにここで見る限りは A 地点では、三角が一番新しくて2番目に黒四角、そして一番古いのは丸ですよ。でこれは相対的なものとして分かるんです。でこれがまず第一なんです。で今度 B 地点という B 遺跡では、実は上の方にあの星印があって、下の方に逆三角、黒三角があって、で下にさっきの三角があった。 B 地点に出てきた一番古い土器は A 地点の一番新しい土器と一緒だったということをこういろんなところで比較対象していく。でこれをもう全てのところでやっていくことによって、まあ、少なくともここで見ていきますと A 地点の土器の上に、この三角の上に少なくとも新しいあの逆三角の黒あるいは星が上に新しいものとしてできるということの順番をもう連綿綿密にこうずっとやってきたんです。そういうことすることによって基本的に、まあ例えば縄文時代であれば50形式ぐらいに、関東では50形式ぐらいに
分かれるということが分かってきた。ですから、まあ、考古学それをちょっと勉強していきますと、それが 50形式のうちの30番ぐらいだっていうのが、まあ、もう分かるんです。これは誰でも分かります。その気になってやれば分かるんですが、まあ、そういうことで考古学の一つの形式論、形式学というのは成り立ったんだよ。まあ、1日2日でできる話じゃないんですね。日本中の考古学者がいろんなところで調査をして、それを持ち寄ってその確認をするということなんです。で、つまり先ほど言ったように土器は、急に今みたいに好き放題に作られなかった。前段階の伝統をきちんと守りながら、まあ、少しずつ合理的に新しいものに変えていこうとする、そういうことをしてきましたから、少しずつしか変わっていないんです、土器も。ですからそれの形が出来上がる。で、例えば関東の中ではおおむね、例えば茅ヶ崎で出た土器は、茨城に行ってもほぼ同じ文様であったり形であったりというようなことになるんですね。縄文土器なんか見ますとね、まあ、例えば茅ヶ崎あたり出たものが福島あたりでも同じような土器があるんです。これはまあ縄文時代の、つまり同じ土器、同じ文様の土器が使われていた地域が広ければ広いほど、まあ、当時平和だった、交流があったということを意味するんですね。つまり、まあ、そのぐらい、その何て言うんでしょうかね、当時の人たちは、急にですね、奇抜なものを作り出そうという考え方はなかったというふうに考えていただいた、まあ、これが本来の人間らしい一つの歩みであったということなんですね。まあ、これが形式学、かなり綿密な方法でやり遂げられてきた。ですから日本中で、まあ、例えば関東と九州では確かに土器は縄文時代の同じ5000年前でも違うんですけど、しかしそうは言っても、関東の研究者が、九州に行ってもほぼ同じ時期だろうと思えるぐらい、違うとはいえよく似てるんですというぐらいの違いなんです。北海道に行っても東北に行っても、この関東の研究者たちが行くと、そのやっぱり共通するある時期のものはかなり共通してるけれども、その地域の特性がそれぞれにある、その特性さえ、見極めればほとんど同じように並べることができる。これが考古学の形式学ね。ちょっとそういうことで申し上げました。まあ、今その土器や石器をはじめとした人類の道具は、その発明から少しずつ形や文様、製作技法などを変えながら長きにわたって使用された。少しずつというのが大事なんですね。奇抜に好き放題やるということになった場合には、考古学の方法は成立しないんです。ですから今はおそらく縄文時代と同じような研究の仕方ではできないでしょうね。つまり子供がやっても大人がやっても同じようなことを作り出しちゃう時代、これはなかなか難しいんですね。ですから若干そういう意味では、今までの数万年間の人類というのは間違いなくきちんとした成長を遂げ、発展を遂げてきたということが保証されているんですが、今はそれをこう、今後本当に保証できるかということに関してはなかなか難しい時代になってしまったと言わざるを得ないですね。つまりそういうところを含めて私たちはこれからを考えていかなければいけないということは申し上げられると思います。まあ、例えば遺物等、それらの各段階の形や描かれた模様などを客観的に粗劣し、まあ、先ほど言ったようにこう順番をこういろんなところで合わせて、この土器はこれよりも新しい、これよりも古いといったようなことを組み合わせていって、A 地点で出た一番下の土器は B 地点で出た一番上の土器と一緒だったということで、こう順番がどんどん出来上がっていったという、まあこういうことですね。まあ、それらを形式というタイプですね、という言い方をする。なんとか式という言い方をする。なんとか式土器、
まあ、縄文式土器、縄文土器というんですが、その中に例えばここら辺では、特に茅ヶ崎ではですね、縄文後期の土器非常に多いんですが、堀之内式土器、まあ、大体初めて発見された土地の遺跡の名前がつきます。カソリ式土器とかですね、まあ、そういうような言い方をしていきますので、まあ、それらは、形式という中で考古学の重要な、その遺物の捉え方であると覚えておいていただければと思います。まあ、次にですね、茅ヶ崎の地形の成り立ち、最初に申し上げたように茅ヶ崎の地形、地理学的に見てもですね、非常に興味深いんです。で、まさに茅ヶ崎をまだあまりよく知らない方のために、海がある町である、これはもちろんご存知なんだ。で、実は北の方にちょっと山がある、小出という丘陵があるということもある、海と山がありますよ。で、相模川という川が西側にある、その川に入る小出川という川がある、まあ、よく考えてみると地形的に山川海ということがあれば基本的に全部ありますね、茅ヶ崎というのは。まあ、これだけでも非常にちょっと魅力なんです。そういう線から地理地形学を学ぼうとする人も多いんですね。そういうところであるということです。まあ、茅ヶ崎には地形のそういう基本的な要素が全て整っていますよ、揃っている。で、その一つは南部に広がる海であります、湘南の海でありますね。で海というものを、その実はその茅ヶ崎の今陸地の中でこう求めていくと、かつて海であったという痕跡が残っていて、掘っていきますと砂が出てくるということなんです。で、私も55年に茅ヶ崎に参りましたときに、茅ヶ崎は掘ると砂だから、昔海だったから遺跡なんかありゃしないよと、こういう話を随分受けましてね。で、まあ、じゃあ海はいつ今の海岸のところに行っちゃったんですということをどこでも言ったもんだったんです。じゃあいつ海行っちゃったんでしょうか、それは分かんないけどさという話ではありました。まあ、つまり問題は茅ヶ崎の多くの土地は掘っていくと砂が出てくる。これは例えば厚木だとか秦野だとか言ったら掘ってって砂が出るというのはないわけですよね。まあ、茅ヶ崎は昔海だったからこそ砂があるということなんですが、まあ、それを、まあ、その地理学的に言うと砂丘というような一つの地形学的には分けられるところが茅ヶ崎地域の3分の2あるということなんです。まあ、例えば、下寺尾である、あるいは香川、天沼、赤羽といったところに崖がずっとありましてね、その崖から南側はどこ掘っても砂が出てくる。まあ、これが3分の2というところでして、それよりも北側はこの北部に広がる丘陵台地、小出地区になるわけですけども、大きく分かれる。まあ、砂がある、砂が出てきた、まあ、かつて海であった、それもよろしいと思いますね。で、もう一つはその砂丘地帯の西側には相模川が、かなりその柔らかい砂丘地域をこうえぐるようにして川は蛇行していて、今のだいたい高田のあたりまで相模川が、入り込んでいた、まさにくの字型にぐっと入り込んでいた時代があって、それがだん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 、まあ、川は基本的には一番まっすぐになろうとするわけで、今は相模川は南北にまっすぐの川になっておりますけれども、まあ、そういうような、ことで、まあ、そこにですね、高田よりも西側に新しい土地が作られた。で、川というのは河口のあたりに三角州が出来上がるというのは、まあ、よくこう私ども習ってきたわけでして、川の流れが動いていく、それは、だんだん三日月湖ができてなんていうのがあって、だん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 こうまっすぐになっていくというのはどこでもあるんですが、その中で、水の流れなかった場所は、自然堤防という堤防が形成されるんですね。で、そういう地形があるのが西側の西久保円蔵、矢端、浜野郷、
を中心とした、まあ、懐島と言われるところなんです。ですから北側には丘陵台地の地形がある。でこれは人類が、その始まって以来もうすでに土地は成り立っていた。茅ヶ崎にはもともと茅ヶ崎そのものは常に土地があったのがこの北部の小出地区であります。でその後、かなりその丘陵をですね削って海が入り込んだ。で3分の2が海になった。そしてまた海は現在の海岸線に退いていくときに砂と波と砂の作用で砂地形が作り上がっていく。そしてその後相模川がその柔らかい砂地形をかなり暴れ川としてえぐって新しいまた土地を作り出していく、まあ、こういうような形で土地が成り立つんです。まあ、これもですね、まあ、まさに地形の要素、地形の成り立ちの要素のすべてを持っている。まあ、これもまた興味深いことでありますし、考古学の発掘調査に来て、むしろその地質地形学に行きたいということで、そちら側にこう変わっていった人もたくさんいるんですね。まあ、そういうような、実は茅ヶ崎というのは土地であります。次ですね。それとちょっと地名というものをちょっといつもなかなか新しい方は土地がどこに、まあ、なんとか矢端はどこだっていうのが分かりにくいんで、まあ、これはちょっとこの場所だけでは分かりませんけど、北一番北にこれご覧いただきます、芹沢ですね、小出地域の芹沢、あるいは赤羽という土地、西側には萩園があり、中島、柳島といったものがある。まあ、ここが茅ヶ崎駅で、ここが香川駅でありますね。その中には円蔵というとか矢端とかですね、まあ、こちら側は松林、まあ、高田、まあ、この土地、地形図にですねちょっと道路と川を入れていきますと、まあ、線路ですね、東海道線があって相模線がこうある。そして国道1号とかつての東海道がこう黄色くある。で今は現海岸道路として国道がありますよね。まあ、こういうようなところであります。ここは、新湘南バイパスがこうあって、このブルーで、したものが小出川、この川ですね。そして小出川のに注ぎ込む千の川、まあ、これが茅ヶ崎の、まあ、基本的には小出川と千の川が茅ヶ崎の、歴史、人間の歴史を支えてきた、まあ、命の水を持つ川ということになりますので、まあ、こんなような感じでありますから、まあ、ちょっとこの地形図をまたそういった時折見ていただくとよろしいかと思います。今の原稿、これは大正末期に、30区に分けられました。まあ、芹沢とか堤とか小和田である。でその今ちょっと戸籍本籍などを取りますとね、例えば、小和田あざなんとかと小技がつきますよね。でその段階のほぼ大技とするものが大体この30区の中にあると見てよろしい。でその30区が統合されて明治時代あるいは江戸時代にはこういうふうに小さな村々があったんです。でこれも先ほど の地図集等にありますし、また何かご覧いただければいいんですけども、江戸時代明治初期にあった小技名、さっき言った例えば芹沢あざなんとかかんとかっていうのはその芹沢の地区にこのいくつかに分かれた小技名がつきます。これもちょっと何かの折にご覧いただくとよろしいと思います。ちょっと写真が悪いんですが、烏帽子岩の写真を持ってまいりました。これ茅ヶ崎を先ほど芹沢の空から見た本当に小さなヘリコプターでですね、3人乗りと救急の、まあ、3人乗りなんですけど本来2人乗りのやつに、乗りましてね、ちっちゃなヘリコプター、もうこんなヘリコプターなんですけども、ドアを外してカメラマンがこうやって写真を撮るんですけども、まあ、その時に昭和57年に撮った写真なんですけども、ヘリコプターってのはこう上がっていく時にぐーっとこう迂回遠く回りながらこう上がっていくんですね。こうやって上がらないもんですから、まあ、その時に
そのエボシーアの写真を撮ったものなんですけども、まあこのエボシーアで、茅ヶ崎ではまあ地層としては一番古い地層がこのエボシーアに残されているんです。でこれはまあ600万年、最近は1000万年ぐらい前の地層ではないかという考え方を、示す学者さんがいます。地質学の方ですね、600万年から1000万年ぐらい前の地層である。行きますとね、カチカチの石です。いわゆる岩がある。茅ヶ崎の中はこの岩の地層は露出しておりません。海から内陸部についてはですね。ですからこれが、まあ、茅ヶ崎の、まあ、一番古い地層なんですが、実は内陸部でボーリングデータを取りましたところ、100メートル以上下にこれとほぼ同じ地層が見つかっていますから、まあ、茅ヶ崎はぐーっと内陸部の方に向かって、あるいはこのエボシアの方に向かってこう集曲してるんですね、地層が。まあ、茅ヶ崎 の、 例えばこの辺りですと100メートルぐらいにこのエボシーアの地層にも新しい土が堆積しているわけです。ですからエボシーアがいつこう、隆起したか、これがまだわからないんですが、まあ、本来ならばその上にもっと地層が厚くあってもよろしいだろうけれども、その後海の波の作用によって削られて柔らかい地層は全部なくなってしまっているということですね。まあ、これがね面白いんですが、まあ、本来エボシアの上には100メートル以上の土があったとすれば、かなりこう山がになった可能性ありますよね。でたまたま海が入る前、海がここまでこう海水面を上げて、という段階まではそのエボシアのあたりまでは、陸であった、おそらく草原状態であったといったような可能性があるんです。あるいはもっと林があったという可能性も大いにある。ただそれを証明できるものが残念ながらないんですが、まあ、そう考えざるを得ないんですね。で、少なくともですね、氷河時代、約1万年よりもその古い段階を氷河時代というんですが、その段階は海水面がぐっと下がっておりまして、2万年前というのが一番地球が、寒冷化した時で、この時は100メートル以上海水面下がったと言われている。でこれどういうことかというと、寒くなっていく、南極とか北極、あるいはアルプスの氷河は寒いところがさらに寒くなって、その氷の厚さを増すという考えで、雨が降らないですね、寒いから蒸発しませんから、ということの繰り返しで海水面が下がっていくと、こういう考え方なんですね。まあ、100メートル以上下がりますと、当然ながらエボシアよりもずっと南の方まで海ではなかったという時代があったわけですね。まあ、ちなみにその時に日本列島と中国のが陸続きになってて、たという、まあ、日本海がいわゆるその日本湖のごとくになっていた時代があって、その時に大陸の旧石器時代人がナウマンゾウを追っかけて日本列島にも入っていく。つまりその時は大津の塚とかナウマンゾウが日本列島にも入っている。その時に大陸の旧石器時代人が入っているということがあるんですけれども、また温暖化になって今度は氷が溶けて海水面が上がっていく中で、現在の日本列島、完全に日本海というものに隔たれたものになる。まあ実に簡単に申し上げるんですが、まあ、これが1万年2万年の一つのこう時間の中でずっと何回も地球というのは繰り返されてきた、あったかい地球であって寒い地球が繰り返されたということも覚えておいていただいて、茅ヶ崎はかなりそういう意味では海沿いの土地ですので、その温暖化にも、温暖化の時には茅ヶ崎は3分の2は海に入る、逆に、寒冷化の時はかなり広い面積の土地を持っていた可能性があるといったようなことをちょっと想像していただきたいんです。で、
陸地化のだった段階というのは、私は草原以上の一つの状態があったと思いますから、かつての狩人たちはこの辺り、あるいはもっと海の方にもその獣を追ってですね、狩りをしていた、そういうような光景が、そのあった、そういう景観を感じていただければよろしいかと思います。それがですね、完全海の中に沈んで削られて、その痕跡はほとんど残っていません。ただこれから海の中を調べていくと、いつかまたそういった昔のものが分かる可能性はまだあるんですね。ちょっと覚えていてください。これ烏帽子岩ですね。で、江ノ島です。で、烏帽子岩と江ノ島は基本的にほぼ同じ地層と考えていいんです。江ノ島後ろに行くと切り立った崖になってて、あれも全く同じ岩、あの岩が基本的には鎌倉三浦海岸から同じような地層がずっとありましてね。で、江ノ島を通り烏帽子岩を通り大磯のあたりにまた同じような地層があるんです。大磯も港の隣のところ行きますとね、硬い岩で鬼の洗濯板、宮崎の鬼の洗濯板みたいなものがあります。で、つまりそういう一つの流れ方向に同じ地層があって、こういう形である段階で隆起して、上の方が削られていく、まあ、こんなようなことのであります。烏帽子岩は茅ヶ崎にとって最も古い地層を残しているところであります、ということも覚えておいてください。まあ、芹沢の最新の写真であります。まあ、かなりこういう丘陵で、この辺り小出地区は掘ると何が違うかというと、先ほど茅ヶ崎の南が3分の2は掘ると砂が出てくると申し上げたんですが、この小出地区は掘ると赤土が出てくる。黒土がずっと1メートル平均堆積していまして、その下は関東ローム層という赤土が堆積しているということなんですね。これ文教大学のあたりと見ておいて、芹沢の排水地があって、ね、寒川町で相模川がそこにあります。で、これは赤羽のあたり、赤羽かなり東側でありますが、新書のバイパスを作るときにいろいろと調査をいたしました。このあたりはここら辺に大山街道が通っているというところなんですが、大山街道一番高いところを通っていまして、それより北側は本来ずっと水田が広がっていたところなんです。そして崖があって、山に入って小出地区に入っていくということなんですが、こういう地形、大山街道の南側はまた下がっていって低い、さらに低い土地があるということなんです。こういう地形が、これが新庄のバイパスができる前の感じでありますね。本来ここはある今頃の時期ですと水がいっぱい入って稲作が始まっているところですね。これが出来上がると新庄のバイパスが出て、ここは赤羽中学校というのが、出来上がっていますね。からこれは県立茅ヶ崎北陵高校、これ下寺の方に行きますが、ここにも実は崖があって、さっきのこの崖がずっと天沼を通って香川を通って下寺のこの崖に行くんです。で、ここまでが一番海水面が上がった暑い時に海でやったという痕跡なんです。これ小出川ですね、というのをちょっと覚えていてください。ここに北陵高校の、ね、高倉軍が跡があります。で、ここは七道伽藍跡という古代寺院がこの辺りに見つかる、一段低いところに見つかるんですね。先ほどの話を申し上げると、約2万年前はここが現在の海岸線なんですけども、全く海はもっと南にあって、そういう地形でありましたという写真です。で、それが6000年から7000年前、地球温暖化した縄文時代前期の段階は、これが茅ヶ崎駅、これが香川駅ですが、この崖まで海が入り込んでいた、かなり北の方まで海が入って、ちょっとした湘南湾が形成されていたということになるんですね。茅ヶ崎の3分の1は海であったという時代です。6000年から7000年前、地球は最も暖かかった、茅ヶ崎は最も暑い時を、また茅ヶ崎の
祖先は経験し、そしてまた一番寒い時をも経験してきたということになる。西方貝塚というのがあります。それから後期の段階、今6000年か7000年前に海が一番入り込んでいた、それが3500年前ぐらいになると、この黄色は砂丘です。砂の高まりがこういう少し黄色いところは高くなってるんです。これはあの海岸線、現在の海岸線でも、海岸道路のところって海水面、海岸の波打ち際からすると高くなってますでしょ。必ず海でも川でも水のあるところには堤防のごとく高まりができるんです。それの名残がこの黄色くなったところ。だから大山街道なんかは、鶴ヶ台団地のあたりから、松風台に行くところ少し高くなっている。あるいは赤羽のあたりでもそうなんですが、ずっと大山街道のところは南から行くと高くなっている。必ずその海岸線の名残が一段高くなっているという一つの状況が、この黄色い、まあ、ちょっと横に長っぽそくなっているということなんですね。3500年前だいぶ できて、しかも相模川はこの室田高田のところまでえぐっているけれども、三角州が形成されている。これ後期に縄文貝塚があったと。でこれが弥生時代ぐらいになると、もうかなり今のこう海岸線に近づいてきておりますね。この辺り、これが西久保円蔵矢端浜の郷という懐島と、ちょっとこうおそらく周りから見ると一段高くなったところに集落が構えられたんで、ちょっと島状を形成していたんで、まあ懐島という名称がついたんではなかろうかということなんです。でこれ弥生時代の大きな村がありますよということですね。弥生時代、ここは先ほど言った県立北陵高校の時、弥生時代の関東ではおそらく一番最大級の規模の村が実は埋まっています。調査はほんの一部しかやっておりませんけれども、これから調査をすると、先ほど高倉郡ヶ跡という古代の律令時代の大きな都があったんですが、それよりももっと古い段階に弥生時代のもう大規模な村があった、九州の吉野ヶ里遺跡の段階の遺跡でありますが、関東では今のところ最大クラスの大きさを持っています。どのくらいかというと10万平方メートルぐらいある。で吉野ヶ里がだいたい25万平方メートルぐらいありますので、まあ、これがちょっとね特別ですね。これは邪馬台国と言われてもおかしくないぐらいの大きさですが、関東ではちょっと今の段階では最大クラスの一つというものがありますが、これから調査することによっていろんなことが分かりますので、乞うご期待というところですね。もう一つ、ここは芹沢の排水地とさっきありましたけれども、この芹沢の排水地、おそらくですね、この2000年前に、北陵高校のところに大きな村があった。その村は、弥生時代中期という段階で完全に廃絶するんです。どういうわけか、それを段階で、村を移動しておそらく北側の芹沢に移っている、まあ、それぐらいの規模のまた村がここで営まれている。この辺りもちょっと、まだ断片的な調査では分かりませんけれども、まあ、当時かなりその防御的にその山城みたいなものを作っていくという中で、北側にその村そのものを移したんだろうと思われる。これも言っていきますとまた私4時間ぐらい喋っちゃうんで、これはまた後ほどということでありますね。まあ、とにかくこういう村が弥生時代にもあって、まあ、この弥生時代この砂丘のところにも、ちょうど北茅ヶ崎駅のところにある井村遺跡、あるいはこの小和田のあたりにも、こう弥生時代の村が見つかっている。小和田のあたりは特に、まあ、この砂丘が形成されていくと砂地なんですね。砂地でどうしようもない。で、まあ残されたところは、ちょっとしたその池が出来上がる、湖みたいなのが出来上がるんですが、最初は塩水、塩分が強いんですが、だんだんそれが、1000年経ちますと淡水化します。淡水化すると植物が、今の海岸線にある植物ではなくて、いわゆる木が生えるような林になっていく、まあ、いわゆるオアシス的な状況が、その砂丘の
至るところで見つかっていく、そういうところに遺跡が見つかった最初がこういう小和田の弥生時代遺跡の村であったり、この本村の井村遺跡の村であったり、つまりその時の状況というのはまさにその、オアシスみたいなところから始まるというふうに考えてください。奈良平安時代になると、まあ、ほとんど今と変わらず砂丘が非常に開けていくということですね。下寺を灌漑遺跡群という高倉群がここに、古代の律令時代の都だった、合わせてそれの始祖と考えられるものが本村の井村遺跡というところにこういうところにありましたよという写真ですね。まあかなりここら辺西久保円蔵、ここが西久保円蔵、この辺りが浜の郷矢端という、この薄ピンクのところにその時代以降に人のつまり村が急激に発展するんですね、発達するということになります。まあ、これをちょっとこう図で見ていくと、これが茅ヶ崎のまあ地域ですが、まあ、ここに緑色の、これの上が丘陵あるいは台地という言い方、丘陵というのはまあこう山と谷がはっきりこうなっているのを、まあ、丘陵という言い方をして、台地というのはこちらが高くなって少しこう台の上にこう平たい土地が残っているところが台地なんですね。小田急線なんか乗っていくと、藤沢からずっと行くとずっと平坦なところがあるんですが、急に谷があったりするというようなところが、それが台地という一つの形ですから、丘陵と台地はそういうようなちょっと言いようで分けて感じていただければいいと。茅ヶ崎では北陵高校のあたりは非常に広い幅広くこんな台のごとくの地形があって、ぐらいでした。あとは丘陵地形がほとんどということになりますね。でこれは砂丘ですね、砂丘砂州と言いますね、砂丘が形成されていく、そして、先ほどの相模川の作り出した自然堤防地形、これが自然堤防という地形で、懐島と中世以降言われるところであります。まあ、茅ヶ崎のこうたどって、まあちょっと写真をお見せしますが、まあ、旧石器時代の茅ヶ崎の道、これは基本的には今縄文時代が1万2000年から1万4000年ぐらいまで研究者によってこう、少し遡っているので、私の感覚では1万年ぐらいという捉え方だったんですが、まあ、1万2000年ぐらい前を境にして旧石器時代、それから1万2000年ぐらい前から弥生時代に始まる約2000年前、これもちょっと2500、600年前ぐらいまで遡るという考え方もありまして、まあ、今後ちょっとそれはちょっと待っているところであります。長くずっとやってきたんで、あんまり急に変わるのはちょっとこう納得いかないところがあるんですが、基本的には縄文時代約1万年間ぐらい続いていますよということを見ていて、弥生時代があって、まあ、これが500、600年で、古墳時代は、5世紀から奈良時代の710年までの間を古墳時代と言いまして、まあ、奈良平安時代は710年から、まあ、いい国作ろう鎌倉幕府、まあ、いい国が年代はもう少し変わりつつあるんですが、まあ、大体そういうような年代を奈良平安時代と言っている。奈良時代平城京と平安京の時代と、それ以降鎌倉時代以降を中世と言いまして、江戸時代に始まれば基本的に中世と言いますから、なんとなく中世とか言われたら鎌倉時代から戦国時代ぐらいまでのイメージを感じていただければ、で近世とかいう言い方したら江戸時代と見てください。そういう言い方がありますので、ちょっとそんなお話をもう少しいたします。これが約1万年前、先ほど言いました赤津市と黒津市の小出地区の典型的な地層です。でこの黒土は腐葉土のたくさん入った栄養分の強い、土壌でありますね。で下にある赤土は基本的には栄養分的には非常に弱い、つまり腐葉土がほとんどないということなんですね。火山灰によって形成された、まあ、どちらかというとその養土の少ない養分の少ない土であります。でここまでが基本的には旧石器時代で、もう一つは氷河時代ですね。氷河時代には寒いがゆえに植物はあまり茂らない、つまり腐葉土の
発生があまりなかった、すなわち黒土があまり残らないということで、大きく見て赤土層、関東ローム層は氷河時代の一つの、を残すものであり、また旧石器時代人のいた時代ですよということをちょっと今回は覚えておいていただいて、この赤土と黒土の境のあたりから縄文時代が始まる、つまり非常に寒い氷河時代から少し暖かくなっていた時代、つまり黒土があるということは植物がかなり生い茂ってきたということの、でもあるわけですね。つまり暖かくなったということがこの辺りの時代1万年前後にあった、氷河時代から温暖化へ移っていく、で、そこで、つまり暖かくなると文化はやっぱり高まりを見せようとする、縄文土器という新たな器が発明されるという一つの環境が整っていくということなんですね。だんだん大体小出地域の、山の上ですと大体この黒土が1メートルの厚さで堆積しています。つまり1万年間が1メートルですから、10センチで1000年、20センチで2000年という単純に計算できますが、たかたかこのぐらいですともう2000年ぐらいの時間がかかるんです。それが自然の植物と、あるいは時折降り注ぐ火山灰がということで、見ることができるんですね。で、赤土層は、関東ローム層は、もう数メートル、その厚みがある、10メートル以上あると言われていますね。はい、次、それで、今、その赤土の上の方、赤土層の上の方に、この槍型の戦闘機、槍型石器が見つかっています。なめがやという文教大学のところで見つかっているんですね。これが十数センチのこのぐらいの大きさのものでありますけれども、かなりですね、この槍型戦闘機は例えばヨーロッパでやっぱり旧石器時代の人が作っていた石器とほとんど変わらない、つまり日本でもヨーロッパでも同じような石器を使っていた、つまりこの石器に絵をつけて狩人たちはそれを持って動物を捕まえていたということです。ただ問題は大きな動物しかこういう道具は使いようがありませんね。ですからナウマンゾウが入ってきたという先ほどの話と符合していくんですが、こういう石器が作られて使われていたということは大動物を狩りの対象としていたということが言えるわけですね。でその次にですね、今度暖かくなって縄文時代になっていくと、この矢尻がたくさん見つかるようになる。これはどういうことかというと、暖かくなった時代に大動物は死滅して、むしろ小型中型の動物がたくさん生息するようになる。小型中型の動物は動きが速くなるので飛び道具がやっぱり必要になったということで、縄文時代の人たち、その文化の高まりの中で狩猟具をこういう弓矢に変えていったということが明確にその前時代と変わるということなんですね。もうこの時代、例えばウサギを取るにしても、さっきの槍を持って追っかけていってもそれは捕まらないわけですね。弓矢というものはそういう一つの、環境の違いによって、発明されていったということが言えると思います。あとこの縄文時代こういう土器が出ておりますね。堤貝塚で、見つかった縄文時代後期の土器、こういったものがはたくさん出ていきます。次の今度のこうもう1回目の時にもう少し詳しくやろうと思います。こういう土器が茅ヶ崎の小出地域に結構ある、今まだまだたくさん埋まっていますよというのを見てください。これはおそらく、お酒、当時のお酒等を入れた、当時のお茶でもよろしいわけですが、ちょっと祭りごとに使われていた土瓶ですよね。こういったものが出ている、これはもう見事な文様を持っていますね。でこれこの文様を見ますといつだっての分かるようになります。これを申し上げると、私に1週間ほど弟子入りしていただくと見分けがつくようになりますので、機会がありましたらと思いますが、これを見ることによって、この形を見ることによって、あ、これが縄文時代後期の、中頃だよとかっていうことが言えるようになるんです。ちょっと
いいでしょ。まあこれは実は積み返す家のところで、ほんの個人住宅を作るときにちょっと浄化槽の深い穴を掘るからということで、そこにちょうどたまたま出てきたということです。で全くこれ壊れてないんですね。これはもう大変、素晴らしいです。普通はこうドアズでこういうところはこ壊れてしまうんですけどね、まあ、これ文化資料館に展示していますのでまたご覧になってください。あとこれですね、こういう土器で、これは茅ヶ崎市の、文化財に指定しております。耳飾りですね、これピアス、今のピアスと同じように耳たぶに穴を開けて、こういう太鼓状の、こう、土器をこう入れていくんです。もう一番大きいのは、10センチぐらいの大きさのものもあるんです。まるで滑車のように、で中は透かし彫りみたいないい模様を描いたものが、こんなのが出てくるんです。これは一体何だって、それやっぱり今そのアフリカの方にとか行きますとね、やっぱりかなり一緒の同じものがあって、だピアスは縄文時代人やっているんです。ただそれは、かなりやっぱり選ばれたといいますか、その村でも選ばれた人が使っていたんだろう、巫女さんがやるとかそういうようなことで考えておいた方がいいだろうというふうに考えています。それからこういう角、鹿の角等で作った、釣り針が出てくる。まあ、貝の中にですね、カルシウムが非常に強いんで貝塚からはこういったものが腐らず出てくるんです。他のところですと土で酸性土壌で腐ってしまうんですが、まあ、こういうでこれ釣り針なんですが、こう返しがあって、これ釣りやる方はよく分かるかと思うんですが、今の釣り針って大体内側にこう返しがこうついてるんですね。でこれ縄文時代のこの積み貝塚のやつは外側にこういうふうに一度引っかかってで顎から外れにくいようにこういうのをやるんです。これは今でも同じなんですが、今はこう内側なんで、これはね、ハワイのビショップ博物館に行きますと全く同じ釣り針ありますから、やっぱり昔の人がこういったもので作るときに、同じことをやっぱり世界各地でやっているという。で海溝武さんが釣りが大好きで、南太平洋でこういった釣り針をそのまま使ったら餌もつけずに釣れるということをこう経験してるんですね。十分これで疑似餌になったということが証明されていますね。ブレスレットですね、貝歯。弥生時代のちょっとお話を少しいたします。弥生時代というのは大体今紀元の、2、3世紀前後、西暦、その紀元前200年、2、300年、紀元後300年といったような年代で考えておいていただくという。ですから茅ヶ崎にある弥生時代は基本的には今から2000年ぐらい前ぐらいの感覚で見ていただければいいと思います。西方遺跡、先ほどの北陵高校のところ、それから赤羽というところに見つかる。まあ、あとはそのさっきの、オアシス的なところ、砂丘の部分であるとか自然堤防地形上にも、その弥生時代の終わりぐらいのですね、村が見つかってきていると。北陵高校のものですが、緑色が弥生時代の住居跡、あるいは環壕という大きな空堀を作っているですね。弥生時代の縦穴住居史、縄文時代の縦穴住居史、またこれ次の段階でやるんですが、弥生時代の四本柱という非常にこう必要なものだけ、というかその後4本の柱で村持ち柱でやれるというかなり合理的になった一つの形を弥生時代は始めているんですね。で北陵高校の弥生時代遺跡は、石器時代、縄文時代、旧石器時代から始まる石器時代の終焉を示す磨製磨いた石斧、石の斧と、また日本の鉄器時代をの始まりを示す鉄の斧が一緒に出てきている。つまりこの北陵高校の村は、石器時代の終わりと鉄器時代の始まりを示す、あるいはそれを味わった村であったということが言える
ものですね。こんな土器、鉄のの鉄布、小さな石、石の王の石符ですね。土器はこういうふうに滑らかな形を持っています。こういったものが、まあ、たくさんあの北陸高校の周辺出てきて出るんですね。まだ埋まっています。で、あの弥生時代の村はあの非常に大きくて、関東地方では、最大級であるということですね。ちょっと時間がなくなってきたので早めます。赤羽の砂丘遺跡でも見つかった弥生時代の後半期の村ですね。縦穴住居がいくつか見つかって、これはもう砂、床も壁も砂ということになります。あと古墳時代から平安時代の茅ヶ崎、あの東海道線の相模線と東海道線がちょうどこう分岐するあの線路の下には古代の村が埋まっていますし、前方後円墳が埋まっているんです、現在でも、というようなお話で、まあ、あのこの時代になりますね、茅ヶ崎のほぼ全域に人々の生活が始まりますということが分かります。これあの石神遺跡という東海道線、右側が東海道線、下側のところに相模線が走るところなんですが、これあの3メートルぐらい下、この機械が完全に埋まっちゃう深いところに、掘っていきますと、上の方は白っぽい砂で乾いてしまう砂なんですが、下の方は少し土が入り込んでるんで、あまりあのすぐ乾燥しないんです。でこういう砂に土があるところはあの人々の生活の環境に合うんですね。そういう植物も当然あったわけです。いうことでここに来ると土器がたくさん出てきて、縦穴住居群がたくさん見つかったということで、今度駅のところで見ていただくと、あの下にあるんだわというふうに考えてください。これは、赤羽のあたりで見つかった奈良時代の縦穴住居跡、きちんと方向性をあの同じようにして村を作っているということが分かるんですね。かまどが作られています。ちょっと古墳のお話を少しだけ見ます。これが先ほど言いました、これが東海道線で、これが相模線で、ちょうどこの辺りに今マンションが建っているんですが、このマンションのところで発掘調査をいたしました。で古墳はこの辺りに、実は前方後円墳と考えられるものがまだ埋まっております。ここですね。で、相模線を の工事が始まったときに、この、石室という古墳のですね、あの埋葬施設が見つかったんです。急に石の、あの砂の中から石のこういう、空間が見つかったんで、これ蓋があって下に掘り込みがあって、7メートルぐらいの大きさですから非常に大きい。でその蓋石だけが今あの実はちょっとよくよく見ると草の中に残っておりますので、まあ、ここにあのこういう大きな、古墳の石室があそこにあったということがあの分かるわけですね。残念ながら石室はおそらく、相模線作るときに壊されてしまっている可能性はあります。それから十二手古墳群というのが、ありまして、これは堤の、堤貝塚というところで円墳と前方後方墳というのがあるんです。またこれもまたちょっと詳しく今度お話ししようと思いますが、あの十二点古墳群を覚えていてください。まあ、こういう形で野山を歩いていると急に少し小高いあの塚が見つかる。でもこういったのはちょっと、古墳の可能性がありますよということですね。まあ、こんな感じで、説明板も立っております。これだいぶ朽ち果ててますけど、今新しいのが出てきている。あとはあの横穴、崖にですね、つまり古墳は土を持ってこういう塚を使って前方後円墳とかっていうのを作りますでしょ。でもあの後期になると、古墳時代の終わりぐらいになりますとね、その省力化を図るんです。あの土を持ってやるのは大変なことですから、もともとの崖のところに石室だけ、つまり墓室だけ穴を作って掘り込むのが応穴墓、横穴古墳っていうね。これは香川のところに見つかった四の谷と応穴墓、もうこんな勾玉ですとか首飾りといったもの、水晶玉とかこういうのがその古墳から出てきています。こんな土器ですね。こういった土器が副葬されて出ているんです。香川のところからずっと天沼のところ、
それから赤羽の崖のところにずっとこういった横穴古墳あるんです。でこれはちょっと調査をした時に赤土のところに黒がこう三角形に入っているのをご覧いただけるかと思う。でこれを黒土だけ掘るのが私たち調査でして、まあ、こういうふうになる。でこの黒土を取ってあとは全部赤土になる。でさらにその奥にこう実は入り口の穴があって、まあ、こういうふうに調査をすると中にその棺を安置する場がある。中はこういうふうに長納といって手斧で硬いローム層を削って中が作られている、まあ、こんなようなことですね。中にはこう石を置いて中のその湿気をから隔てるために棺をこうやって瓦石を持ってきてやっている、まあ、かなりこれおそらく寒川 の相模川北側からわざわざ石持ってきてるんですが、こんな感じでですね、直刀刀も服装されて白いのは骨です。でここには耳飾りがだってあと首飾りのビーズ玉がありますから、溶けてしまった頭がここにあったと、こういうことになるわけですね。直刀そして唾といったようなことなんですね。まあ、一応これで、まあ、お墓まで古墳時代というようなことでちょっとお話をいたしました。奈良時代のお話をしました。で今日はちょっと時間になってしまいまして、もう少し早く終わらせるつもりだったんですが、次の時はもう少しですね、詳しいといいますか、古代の社会であるとか縄文時代もう少しこう深めてお話をさせていただきたいと思います。今日のお話はここまででございます。どうぞどうもありがとうございました。